社会人23歳男性です。現在4年間付き合ってる同い年の女性がいます。社会人から遠距になり1年が経ちました。彼女は来年まで働いたら地元に戻り結婚したいと言っています。地元は自分も彼女も同じです。自分も結婚したい気持ちはあるんですが、今の職場で3年後にできる教育担当したいと考えています。そのことを彼女に伝えるとそんなに待てないと言われました。どちらも納得ができる解決策は見つかりません。どのようにすればよいかを教授お願いします。 えっと、どちらも納得ができる解決策がないというのが分かったのであとはお互いにどちらが重要なのかっていうところで折れるかどうかなんですけどであの社会人2年目で5年間やると教育担当になれるってことじゃないですか多分引っ越ししてその先で働いたとしても3年ぐらいしたら似たよような出世しますよ本当に能力がある人であればどんな会社に行っても別にあの何年かしたら出世するので。 一生今の会社で働かなければならぬ、さもないと殺されるとかであれば、今の会社に居続ける必要があるんですけど、どんな会社に行ったとしても優秀な人は出世していくし、優秀な人は給料も上がっていくので、なので別にあの、今の会社にそこまでこだわる理由が、ちょっとこれを見た限り僕はわかんなかったので、さっさと地元帰って結婚したらって思いますけどね。はい。 でもしそれでなんか、就職できなくて困ったってなったら、地元で子供を産んだ後に、やっぱり仕事が多い都会に行こうって言って、また家族3人で都会に行けばいいだけの話なので、なので、あの4年間付き合ってるっていう人が、たも相性はいいと思うので、その会社とか、くそどうでもいい理由で別れるのはもったいないと思うんですよね。 えっと、東証一部企業に勤めてます35歳男性年五550万で社内の新規事業を担当。過去の業務は施設や運営管理、店長業務、EC サイトの立ち上げ、デザイン管理等を十数年会社の挑戦に身を置きました。最近仕事に疲れ、自分が何をやりたいのか、ここどうなりたいのか分からなくなりました。のなりくらり過ごそうとしましたが、創設会や消息会に借りはダメでした。漠然として将来増えに借られる頭がいっぱいあります。私は今後どうすればいいのでしょうかえっと、診療内科に行ってください。<laughs> あの、別に、あの、なんか、 ないんすよね。その人間がなんかやらなきゃいけないとか、なんか自分が何をやりたいかとか。その、なんから行き当たりばったりで人は大体生きてるんですよ。<laughs> だから例えばそのじゃあ、えっ、ー、と、ソマリアで生まれましたって言って、俺は漫画家になるべきなんだとかってなっても多分ならないんですよ。<laughs> なので、なんかじゃ漁業をやりますとか、農業をやりますとか、その自分の周りでできることをやって、あの、酒飲んで楽しく暮らすっていうので人は死んでいくんですよ。 もちろんその家族を作りますとかでもいいと思うので、なんでなんかこう、あの、自分が何をやりたいのか、今後どうなりたいのか、ナイス <laughs>。なので、あの、ま、酒飲んで楽しく暮らすとか、ま、友達がいるんだったら友達と飲みに行くとかでもいいんですけど、ま、一回その、あの、どちらかといえばそのなんか漠然とした将来に対する不安っていうのが、その一部上場企業にあるという時点で、結構やばいと思うんですよ。なんかその、月給19万円です。 あの、今後、このままでいいのか分かりません。40代ですとかであれば、いやいや、どうなのってなると思うんですけど、その35歳で年収550万あって、当初一部企業、上場企業っていうことで、一般の人よりは将来性全然あるんですよ。でもその比較対象が一般の人ではなくなってるんですよ。要はその相対的な問題ではなく、なんとなく不安。 で、これなんとなく不安は、うつ病の可能性高いっす。要 <laughs> はその、自分が恵まれてないから不安とかであれば、それは確かに不安だね、とかもあるんですよ。だから40過ぎて死んだ魚をしていて、頭も良くなくて気持ち悪い外面をしていて、で、これでなんか他の会社に行ったら暮らせないよ。うん、そうじゃない。きついと思うよ。それは不安になるよね、とかは、客観的に考えて不安になるべき材料はあるよねって話なんですけど、 で別になんか30代で500万って都市の企業、都市一部上場であれば、客観的に考えて不安を感じる要素は少ないので、なので、うつ病なんじゃねっていうところで、診療内科に行けばいいんじゃないかなと思います。 えー、仕事が楽しくて楽しくて仕方ないと思ってる人ってある意味幸せですよね。はい。洗脳でもいいので一度なってみたいです。本日仕事が溜まっていたため会社に行き事務作業をしました。誰もいないのに落ち着いて作業できるし、一人ごと大きな声で言っても誰もよくかからないし、なんか楽しく作業できました。この件についてひろきさんのご意見を述べしていただけますでしょうか多分人嫌いなんじゃないですか給料がいいとか、そのなんか世間的な見栄えがいいとかで今のお仕事を選んだんだと思うんですけど、多分その他人との接 あんまり好きじゃない方な気がするんですよねその要は人がいなくなるとすごい伸び伸びでけってスッキリするっていうのは裏を返すと人がいるとストレスが溜まって窮屈っていう状態を一日八時間こう週五日間月二十二日間っていうのをずっとやってるわけですよなのでそのストレスがずっとこう体にこう蝕まれていって仕事って楽しくないなってなってたと思うんですけど 人がいないだけで、あれちょっと楽しいじゃんってなるわけじゃないですか。なので、人がいない仕事に転職しちゃった方がいいんじゃないですか。例えば、営業とかでも、その、外に行ってばっかりの営業だと、お客さんと話するぐらいで、あと移動の間とか、まあ、ほぼ一人なので、人に全然会わないっていう仕事もあったりするんですよね。 古物商で、あの、一人で飯屋に行って、飯を食ってばっかりいる営業のおっさんっていう人の、あの、ま、が漫画になって、その後ドラマになったりっていうのがあるんですけど、で、あのおっさん基本的にはずっと一人ごとブツブツ言いながら飯食ってるだけっていうのなんですけど、ああいう感じの職業の人って結構いっぱいいるんですよ。営業でどこかに行って、それ以外の時はもうほぼ人と喋ることはなくて、ずっと一人で、あの、ブツブツ言いながらやるみたいな。なので、そういう仕事のタイプの方が向いてるんじゃないかなと思います。 26歳、IT 企業詰めの無能です。夜遅くまでの残業と休日出勤が続き、最近、通年ずつ通過して仕事中にはウン割らず体がおふぐように動かないことが多々あります。休めば作業が遅れて、また残業、休日出勤なので、平日は休まずなので働いてますが、仕事を進める記録は湧いてきません。これって休職した方がいいのでしょうかえっと、休職する必要なくて、あの、8時間ロードで帰ってください、家に。 あの、8時間労働で作業が溜まったとしても、平日8時間だけ働くようにしてください。で、それ以上働けという命令をする人がいたりとか、そういうメールがあったりとか、じゃあスラックで言われた場合は、それを全部記録して、労働基準監督署に行ってください。で、さらに今体調が悪い状況なので、それで残業をしました。で、その後に、 カウンセリングに来ましたってなると、あ、これ心の病気ですね、みたいになると、断ったにもかかわらず強制的に残業をやらされたっていうことで、労働基準監督署に文句を言うと、労働基準監督署の人が、いやいや、あなたその会社まずいでしょうって会社を怒ってくれるので、結果としていっぱいお金をもらえる場合があるので、なので、あの、無理して働くっていうのはやめるのと、あと残業しろっていう証拠だったら残すようにしてください。 コメントで、それは嘘でしょう。まず配信見れてるやん。その時間寝てください。ってあるので、今すぐ寝てください。<laughs> もう深夜2時だよね。仕事をしながら学科をしている2児の父、30代男です。画家として収入がないため、収入が得られる仕事に時間をどうしても費やされます。仕事は1日5、6時間。創作活動は1日3、4時間です。創作活動が楽しすぎて仕事の時間も創作活動に費やしたいです。どうしていけばよいでしょうかベーシックインカムの実現を楽しみにしています。応援しています。えっと、時間が取られない仕事に行けばいいんじゃないですかね。 某漫画家の方がマンションの管理人の仕事を確かしてたはずなんですよね。もう今もやってるかどうかわかないですけど。でもそのマンションの管理人って管理人室にいて、水漏れがありましたとか言ったらはいはいとか、なんかあの鍵がなくなりましたとか言ったら、ーえっと、じゃあこれですねとかっていうのはあるんですけど、基本管理人室にいて、ぼーっとしてるだけで許されるんですよ。 なので、管理人室みたいなところにいてずっと絵描いてて、たまに仕事が発生したら、じゃあその作業をするとか、まあ,あの朝の掃除とかの昼のなんかゴミまとめとかありますけど、まあそこら辺のルーチンをやっとくと、あとは結構ダラダラできるんですよね。なので、そこら辺のその、実は何にもしなくても許される系の、あと警備員とかもその種類ですね。そんな仕事をするといいんじゃないでしょうか。 えー、国家公務員一般職でかなりやりたい役職があります。ですが、給与面でかなり悩んでいます。今より生活水準が下がってしまうことを考えたり、周りが自分より稼いでるのをコンプレックスに感じてしまいそうで怖いです。やはりやりたいことよりお金を選ぶべきでしょうかお金について考えてしまうあたりは自分は公務員に向いてないんですかえっと、お金のことを考えたら民間の方がいいと思うんですけど、ただ、やりたいことやってる方が人生幸せですよ。あの、民間に行ったとしても、もっと稼いでる人は必ずいます。 例えばじゃあ民間でなんかあの大手メーカー入りました年収1,000万ですって時に同級生とかで外資系に行ってて年収3,000万ですっていう人もいればベンチャー系に行って上場しちゃって上場益で1億円もらいましたみたいな人もいて結局金って上には上がいるんですよ。 まあ孫正義さんみたいに比べたらしょうがないですけどなので人生ってその自分が面白いと思ったらやりがいがあると思うことがどれだけできるかだと思うのでレジェンド校長みたいになんか東南アジアに行ってお金がガンガン払って合流したいとかであればまあそれは別なんですけどそうじゃなくてその人生の中でやりたいことがすでにあるっていうのであればそのやりたいことをやってそのやりたいことがちゃんと反映するのでその。 割と国家公民はまあ赤木さんみたいな人もいますけど、きちんとその自分がやったものが政策になったりとか、それが社会にどういうふうな影響を与えてどういう結果を出したかっていうのは見える仕事なので、ちゃんとやりがいがある仕事なのでやりたいことがあるんだったらそっちの方がいいんじゃないかなと思います。 えっと、35歳 PG です。私は大学新卒新卒で従業員100名前後の中小企業に入り、現在も同じ会社で働いていて年収は親子万まで上がりました。これまでにうつ病を2回になってしまい、現在は特急障害で薬剤治療をしながら仕事をしています。定年のある60歳、私の時は70歳まで増えてそうですが、そこまで心と体を壊れないようにすら出てください。自分の能力は高くはなく、言語もオープンソースでありません。今まで仕事が忙しく、有用な資格を取っていないため、転職も絶望的だと思っています。 えっとまあ、あの普通に仕事してる分にはクビになることはないので、なので睡眠時間を確保するっていうのを習慣づけてください。あの要は、1日7時間以上必ず寝るっていうので、もしそれができてなかったら、次の日、あの会社早めに帰るとか、ね、ちょっと体調悪いんでっつって早めに帰るとか、なんかその体温高そうな演技をするとかっていうので、その毎日睡眠時間を7時間をずっと維持するっていうのをそのルールにして、それが維持できないようだったら、会社サボる休むぐらいな感じで、体調を優先するといいんじゃないでしょうか。 えー、ひろゆきさんの人生で一番優先順位が高いものは何ですか好奇心を満たすことですかねあの、割と僕、睡眠欲は高いんですけど、ただ、あの、やりたいことがあった時は寝るよりもそれを優先するので、なので、あの、睡眠時間を削ってでも好きなことをやってしまうっていうのがあって、で、それは結構直さなきゃいけないなぁと思ってはいないんですけど、思ってるふりをしてますね。<laughs> なんか、ほら。 次の日の朝に予定があるにもかかわらず、あ、これ面白いと思ったネットフリックスの動画を見てしまうとかってよくないじゃないですか。なのでそういうの直したいと思うんですよねって便宜上言うようにしてるんですけど、微人も思ってないんですよね。<laughs> いや、なんか直さなきゃいけないなとは思って、か直さなきゃいけないというか、直ったらいいなと思うんですけど、直したいとは思ってないんですよね。だから直ったらいいなと思ってない。なんだろうな。 でも、見たい映画があった時き見たいだから、うん、たまたま寝る前は見たい映画に出会わない方がいいなぁと思ってるが正解かもしれないですね。はい、すいません。どうもどうも、え i ひろゆきです。今回は仕事と優先することについて話してきました。少し前に仕事は楽しむべきか、いやいやでも割り切ってやるべきかみたいな質問があったんですよね。で 楽しんでできる仕事であればそれでいいんですけど、ただ能力として嫌な仕事のを割り切って働ける人の方が結果として幸せに暮らせる人は多いと思います。仕事ってなんだかんだ言って嫌な部分って必ずあるんですよ。例えば上司がムカつくとか、仕事自体は楽しいんだけどその後の報告書を作るのがめんどくさいとか、経営者精査のためにいちいちレシートをまとめて出すのがめんどくさいとか、やっぱり嫌な部分は必ずあるので、その嫌な部分の目をつぶれるかどうかって能力があった方がそんなんストレスはたまらないので、 なので、割り切る能力っていうのはあった方がいいんじゃないかなと僕は思いますけど、それでは今回の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。